私たちはアミンチュを応援しています。みんなでニュースを作ろうよ。不思議で楽しい滋賀県を知ったかぶりかいつぶり側になっていっぱい見つけるプリン。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。それではそいつはまずいよ自堕落体操7月1日琵琶湖の異変行ってみよう。あくちゃにするんでしょどうせまた過ぎてえずくんでしょ。運動はスポーツ中継見てるだけ。そいつはまずいよ自堕落体操。脳の生活習慣病。体がパンクする前に運動で予防しよう。塩辛いものが好きそのくせ甘いのもいける口。ウォーキングするって靴を買っただけ。食べ過ぎまずいよ自堕落体操。やだやだ生活習慣病。ズボンのお尻がはち切れる。あら八分目だよ。7月1日琵琶湖の日を PR して歩く安野さん琵琶湖一周 200km アンギャの旅。今年は沖島からスタートし船で片田港へ。スタートして19日で彦根市滋賀県立大学前まで歩いたよ。今日はどんな出会いがあるのかな。琵琶湖一周 200km アンギャ20日目。雨止んだらこんなに朝から応援に来てくれたみんなありがとう。おおきに。ほんなら今からアンギャ出発するで行ってきます。バイバイ。バイバイ。今日天気予報では晴れマークやったのにちょっと雲行き怪しいな。まあですね、いつ降ってくるかわからないですね。カッパ持ってきてる？あ、カッパありますよ。うん、オートクチュールあります。あ、オートクチュール言い方がちょっとカッコつけすぎちゃうか。ゆうちゃん手作りですけど。うん、やさおさん、僕にそっくりや言われてたらしいです。お姉ちゃんに？タックル似てる。ほら似てへんよな、タックル。あ、ちゃうわ、新タックルの方やった。あ、じゃあこう、え、あ、そうか、Tシャツ着てる方がタックルか。その、青タックル君は、はい、言われて、どんな気持ちやったん？いや、めっちゃ嬉しいなと思って。あ、タックル似てるっていう人が現れるなんて有名人やな。わしなんか誰も似てるって言ってくれる人おらへんで。あ、そうですね。見てくれた。いやー、ちょっと横から見して。うん。あ、1分の1わし見んの初めて。わー、大きい大きい、すごい。うん。学生さん？社会人1年目です。あ、そうなんや。嬉しいや、思ったわ。お仕事頑張るんやで。噂の6月病は大丈夫か？最近あるみたい。うん、社会人の6月病。はい。雨の日スタイル。
ね暑かったやろまた汗だね安田さん去年もあった覚えてるとかよく聞かれることあんねん割と覚えてるつもりなんやけどわしもうおっさんやし記憶力悪くなってるし忘れてたらごめんな琵琶湖一緒出会いたいありがとねまた会えて嬉しかったで安のおっさん焼きまだあるかなおっさん焼きもやってへんねんわ食べたかったほんま美味しかったで頑張れこのスローガン落ちてるゴミも拾って琵琶湖の周りをきれいにしてますあーご苦労さんこの後ヤシのおっさんは小陣山近くの長い道をテクテク歩いて美浜間にゴールしました待っていてくれた皆さんありがとう今日はありがとう駐車場貸してもらっておかげでみんなと記念撮影できたわありがとうねわし今年も歩くわなみんな交通ルールを守って応援してなテクテクかいつぶり雨降りゃほか無理今年もぐるっと回ります琵琶湖一周200キロ今日のエンディングはコアラ G のテーマだよ牧野町コアラ G のコアラ G 波が風がハートが荒ぶるぜこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました波風立てて